はい、ポケモン対戦をしながら、こんばんは、マケイです。今バトルックスが火を吹いてます。そして私は一般的なノーマルテラス海流の努力値ぶりを知りませんので、 AS ブッパで頑張ろうと思ってますけど、多分それが、相手のガチグマの攻撃とかいろいろ受けきれなくて、やべえどうしよう、受けきれねえだろうな、どうしようって困った状態でいます。どうもマケイです。どうしようかな、ガブ出てきた。ガブ鋼テラだよな。まあ、ブリザードダンスしか手本がないんですよ。ブリザードダンスと指を振るしかないから、ブリザードダンス落ちます。まあ、それテラだよね。うん。それ分かってんだよ。どうせ鋼テラなんだよ、ガブは。それか、地面テラはないわ。うん。あ、炎テラだわ。炎テラで地震かな。まあ、別にでも、うん。やることは変わんない。あ、けんまいだ。僕はブリザードダンスしか打てません。これもあれかな、まあ、炎テラ僕も切ってんだけど、これワンパンできるかな、自信。あ、でも、お、強い。いいね。食べ残し。研磨一回でこれ自信ワンパンかな、どうだろう。わかんねえ。さあ、ワイドフォースでボコボコにされていたガチグマとかいろいろなくしつつ、リラン、いきます。あ、そう、あ、自信来たわ、はい。いや、家庭からさ、耐えない？いや、耐えねえ。言いてえぜ。あ、そうで、アニポケね、テラパゴスね、なんかあれしてたね。あの、ゼロフォーミングテラスシャルしてたから、ちょっとびっくりしちゃったね、うん。びっくりした、ほんとに。いや、じゃあ、テラスシェルの方か。ね、戦闘時になるから。さあ、ところはデカンヌちゃんです。片割り破り、こだわり鉢巻き、風船持ってないで、終わりですね、これ。指を振るとデカハンマーしかないんで、もう S そもそも抜かれてるから、これで地震でワンパンですね、はい。はい、ありがとうございました。で、そう、今日ベイマックスやってたんだよ。あ、ね、7日イベントね、長かったけどね、意外とやってて、いや、そう、意外とね、進んでたんで、思ってたより。で、フォーフォーのイベントやってねえとかやってた思ってたけど、なんか飛ばすみたいな感じのやり方しててできたわ。で、これ僕銀狼のやつの最初してたんですよね。銀狼のやつね、マジでインフレすごいね。うん。うわー。で、そう、これ引用、引用ってか、引用って言ったらあれだけど、これね、まだ見てないんですけど、うん、これが秘書とモーゼのあれだ、なんかあのプレイのいろいろのやつだから、みんな見ようなってことで、喉の渇きと心の渇き、誰か潤してください。ディスコードサーバー待ってます。でも正直知らない人がいると怖いから、うん、身内に一生誘ってるんだけど誰も来ないね。もうあのちょっと前に来て、いや全然増えてないから、マジで身内の人、マジこれ見てる人、身内で僕となんか喋ったことあった人、頼む、来てくれ。あ、ツイッターにあのたまに貼ってます。